1543年、鉄砲伝来。種子島に漂着したポルトガル人がもたらした西洋の高度な技術、鉄砲により日本の戦は激変。100年の戦乱に終止符が打たれる。実はこれ、年号以外ほぼ間違ってます。ということで、こんにちは、こんばんは、岐阜のハバキヤよ。今回は鉄砲と火薬と甲賀忍者です。甲賀忍者、重要ですよ。早速、鉄砲伝来のお話ですが、まずポルトガル人は道案内付きで日本に来ました。次に戦が激変ということもありません。日本が火薬を軍事利用するのは最低でも鉄砲伝来50年前です。さらに清朝後期によるなら、信長が鉄砲の稽古を始めるのは1551年。信長は1534年生まれなので満17歳、武芸の一環として修練しますが、鉄砲隊を編成するのは1569年、満35歳です。のんびりしてますよね。せっかくなので、もうちょっと詳しくすると、当時の室町幕府は倭寇対策、つまり海賊対策で貿易を規制していました。なので、ポルトガル人は正規の貿易ができない。そこで、王直という、海賊王の船に乗って密貿易に来たんですが、到着した種子島の領主種子島と来たかにしても密貿易で入手したとは言えないので、漂着にしただけです。ついでに火薬の実戦投入というだけなら甲賀忍者がやっています。本当ですよ。一番有名なのはこれ、霧の術。見たまま煙玉です。この術の使い手で甲賀忍軍筆頭格、キングオブ忍者望月出雲の神は、六角討伐に遠征した幕府軍相手に霧の術で敵を幻惑して、九代足利将軍義久を暗殺しかかってます。これが1487年なので、鉄砲伝来の56年前です。翌年の将軍急逝はこの傷が原因という話もあります。この甲賀忍者と望月氏の活躍として有名な曲がりの陣は、火薬の実戦投入という面でも見逃せない事件です。でも甲賀忍者がどうやって火薬を知ったのかはわからないんです。これ以前の火薬についてなら、鉄砲伝来の96年前、1447年、真似小路と時房の日記県内記に唐人が額の果実を見せたとあって、その様子が導火線かネズミ花火のようなものやロケット花火を思わせる内容です。ソースとしての信頼度も高いです。さらに遡ってモンゴル襲来でも鉄砲という炸裂弾が使用されたので、ここで入手した可能性もあります。こちらの場合は1274年なので、269年も遡ることになります。このどちらのルートでも室町時代には甲賀の忍術や忍具として発展していたと思われます。そして鉄砲の量産化が九州や中国ではなく、堺や近江の国とも、紀州の根幌など甲賀付近で始まることにも関連するかもしれません。ちなみに甲賀の忍具も鉄砲伝来でいろいろ生まれます。梅火と呼ばれる地雷、今でいう手榴弾のようなものを生み出します。こういうと最初から最新鋭の武器として重宝されたっぽいですが、実際はまず狩猟に使われます。というのも、当時の鉄砲は最長で700メートルほどの飛距離がありますが、300メートルでヒットしてもかすり傷程度。実際に人体を殺傷するには射程100メートルもないそうです。弓ほど貫通力もないので戦闘力は低かったようです。その後、量産や改良に成功すると軍事面でも利用されるようです。例えば最下衆と土遁の術、要するに塹壕を掘って待ち伏せるゲリラ戦術です。相手が来るのを待つので、鉄砲の射程の短さと殺傷能力の低さは無視できます。鉄砲の先進性で語られる長篠の戦いも、織田徳川連合はあの手この手で武田軍に突撃させますし、織田軍も追撃ができないほどダメージを受けています。武田勝頼も
この後勢力を広げていて滅亡にはほど遠いです。このお話はまたにして、伝来寺には時代を変えるような武器でもない鉄砲のお話でした。お情けちょうだい、登録ちょうだい、チャンネル登録ありがとう。わかりにくかったらコメント欄で教えてください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回もぜひぜひお付き合いください。